ダイエット、はい、お願いします。お願いします。あ、もう始まってる。あと20秒前。やっぱりなんかさっきの抹茶でお腹がなんか入れられたかな、毒。5秒前。小さな南の島から始まる声を通してつながる世界、ドラゴンアイズ。この番組は未来へつなぐ安心をお手伝い、株式会社ジャストリフォーム、手打ち麺、自家製生麺の超デーゴア、可愛いがたくさん詰まったフォトウェディングのメイリーブライド、お酒を飲むすべての世界へ、琉球酒豪伝説の有限会社しもじの提供でお送りいたします。皆さんこんばんは。6月15日第63回目ドラゴンアイズがスタートしました。根っこは沖縄、視野は世界へ。この番組は南の島に住む4人のパーソナリティが繰り広げるリスナー参加型のトーク番組です。今日もこのスタジオからあなたの元にドラゴンダイブということでメンバー紹介です。まずは私から。5つの国の血が流れる一人グローバル、カリカル梅がめっちゃ大好きな前戸ニーナです。そして今週も画面の中からおこんばんは、達也です。そしてはい、いつもハッピーラッキースマイルのレイナです。そして職場の人にカツオの燻製をもらって早くお家へ帰ってビールとカツオの燻製を食べたいミッチです。この最高の4人でお送りします。はい。そう、カツオの燻製。カツオの燻製。カツオ節じゃないの？カツオの燻製って。え、確かに。これはね、宮古島の名産かなんかで、たっちゃんは一回食べさせて、俺が。え？いつよ。お家来た時に、醤油と一緒に食べたさ、カツオなんか剥いて。醤油と一緒に食べたさ。スルメっていうか、カツオを、燻製っていうか、あれか、あの、ちょっと、なんだろう、あのスモークしてる感じかな。じゃあ中は刺身のままで、あれか、炙ってる感じの燻製じゃなくて、あれはなんていうのか、どんなものか説明ができないけど、サーモンの燻製とかも言うよね。燻製なの、あれ。炙りじゃなくて。いや、分からん。燻製、名前もあったけど、方言で言い方もあったんだけど、うん、一応宮古島にしか売ってない名物で、美味しそう。そう、これ今日もらったから、うん、もうお家帰ってキュッとねやりたいですね。きっとね。はい。はい、さあ、メッセージも来てますね。来てますね。はい。はい。はい、スプリューム、あ、スプリュームさんじゃなくて、シュプリュームさんから、こんばんにゃー。そして、大塚健二さんも、こんばんは。シグナさん、こんばんは。と、メッセージ来ています。こんばんは。こんばんは。大塚健二さんからは、たっちゃん、多分ね、今日は黒かと。どういうこと？黒いって。画面から見ると、うん。きっと映像から見てる方は色が黒くなったっていうことですよね。これは日焼けした、とっちゃん。めちゃめちゃ日焼けしましたね。めっちゃ黒いよね。でもね、なんで、何したんですか。あ、筋トレ。おお。どこで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 。お家。お家で筋トレ。色が黒くなるの。徐々に黒光りしていくよ。2点かな。はいはいはい、次ギマさん。はい、ニーナ、なんか久しぶりだね。覚えてるね。相変わらず可愛いね。あと、レイナも可愛いね。覚えているね。覚えているさ。覚えているよ。ギマさんでしょ。ギマさんさ。ギマッチ覚えてますよ。ありがとうございます。ギマさんのお家、新築ってよ。嘘つけ、知らないでしょ。それは違うかもしれない。知らないでしょ。知らないでしょ。じゃあこれで最後かな。シュプリームさん、前歯が可愛いレイナちゃん、キャスのカメラに向かって手を振ってというリクエストですよ。はい、答えてます。はい、可愛い。すごい可愛い。はい、キュンキュンしちゃう。じゃあ番組紹介いきましょう。はい、この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmgnawan.com。アドレスはすべて小文字で797@fmginowan.com。
懸命にドラゴンアイズと入れてください。また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスでネット配信をしております。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみくださいです。はいはい、じゃあ今日のテーマいく？いきましょう。はい、今週のトークテーマはダイエット。うわーい、来たよ来たよ、綺麗になってあいつを見返してやるんだから。ということで今週のトークテーマはダイエット。夏といえば海、山、川、うさぎ、牛、馬、犬、牛はないけど、皆さん結構薄着、それから鳥、筋肉も出る、うるせえな筋肉も出るし、水着着る人はお腹もペコンってさせないといけないですよね。はい、というわけで、今週のトークテーマはダイエットです。あなたのダイエットエピソードお待ちしております。確かに梅雨明けたらさ、もう本格的な夏が沖縄にもやってくるし、準備するなら今ですよ。今だよ、2週間ぐらいしかないよ、もう7月まで、うん、ダイエット情報ぜひ気になりますので教えてください、うん、その前に大塚健二さんからメッセージ来てます。何でしょうか。質問、うん、たっちゃんは普段ミキサー車を運転してるんですか、うん、ミキサーしてるからということで質問来ました。ミキサー車って何？生コン車。あーあー、うわ、運転してるよ。ミキサー車って呼んだけどミキサー車ね。ミキサー車。あ、そういうこと。コンクリートの。そうそうそう。普段？普段運転してるんですか、だって。まあね、やっぱり彼女を迎えに行くときはかっこいい車で迎えに行きたいじゃん。たっちゃん、今日は、うん、あっちのスタバに19時半にお迎え来れるかな。あー、迎えして、くぐれんわ。ドライブするならくぐれんわ。でかすげーでかいわ。逆にワイルド。一周回っちゃった。ミキサー車を運転してるように見える人がいるんだ。あんたミキサー車運転してるでしょって一応あれだよね、たっちゃんはどっちかって言ったら運転手っぽい感じがするよね。確かに。そうね、演歌聴きながらね。はい。そしてのの中の銀のホタルさんからです。おはようござりますと。おはようございます。ぎまっちさんからも来てますよ、うん。1週間前の今日木曜日、ニーナラジオカー乗ってるの見たんだけど、ニーナだよね、国際通りで合ってるということで。そうなんですよ、他局でラジオカー乗ってこの今日明日は回ってるので、そうかもしれません。お、ぜひバイバイしてあげてください。ということで今日のテーマはダイエット。ちょっと二人に聞きたい、金ちゃん&ニーナに。何？体重か？ダイエットっていうさ、うん、どっからが二人にとっての、例えばぽっちゃりであったり、こっからは、あ、水着着れないとか。あ、なるほどね。男の人って意外と痩せすぎも良くないってみんな言うさね、うんうん、女の人は、あ、どっからが、やっぱりこれ絞らないといけないとか、うんうん、あ、これもうちょっとぽっちゃりになっちゃったなみたいなのが、多分男と女ってあれが違うさ。違いますね、男性からしたらね、うん、痩せないとっつよ。いや、そんなことないけどな。二人だってね、俺から見たらダイエットする必要あるか分からん。おお、なるほど。嬉しい。なんかさ、女性は分かりやすく言うと、うん、なんか女性誌見てもらうと分かるんですけど、もうビビとかさ、ノンノとかさ、うん、そういう女性のファッション雑誌って結構普通以上に痩せてる人が採用されてることが多いんですよ、はい、でそれがあって、やっぱりそういう何ファッションモデルに近づくにはあのぐらい痩せないとみたいな、一応お見本じゃん、あの子たちが、うん、だからそうなっちゃうから、どうしても痩せすぎるらしいね、日本は。けど日本って世界一女の人痩せてるんでしょ、らしいよ。そうなの？そうだよそうだよ、世界一、世界一。なんかガリガリが可愛いみたいなのは日本だけなんだよね。でも世界的には筋肉が程よくついてる、引き締まってる体の方がセクシー、セクシーで痩せてるっていう。じゃあ金ちゃんセクシーだよね。本当に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 めちゃめちゃ喜んどるやん。でもそうだよね、世界的に見たらやっぱ健康的で、あの締まるとこ締まってる方がかっこいいよね、出るとこ出て。ビクトリアシークレット分かりますか？分かる。世界的有名な下着のメーカー、あ、メーカー
ブランドのね、そう。メーカーって。プーマーみたいな。そのモデルさん見たらわかりますよ。あの、引き締まってる、痩せてる、いい体。確かに。前、ダイエット、まあ、ちょっとなんか、腹が出ちゃったなとか、なってくると、うん、もうみんなそれぞれ、あ、やばい、太ったかもってなると思うんですけど、うん、みんなどんなダイエット法したことあるの？たっちゃんは。ある？ダイエットしたことある？僕はですね、絶賛、やっぱ夏なんで、もう始まりましたよ。おぉ、あ、筋肉の方もしかして。というのもありますし、ちょっと引き絞る、ん？引き絞る意味でも、引き締める。引き絞る意味でも、新しいから。いや、引き絞らせてくれ。引き絞る意味でも、ちょっとやってます。どこ絞るの？どこ絞るの？どこ引き絞るの？小指とか。小指引き絞るんだ。すごい面白い。なっちゃん面白い。最近やってんのは、夜だけお米食べないようにしてるとか。ああ。いいっすね。それ効果いいらしいですよ。本当はずっとやんないといけないかもしんないけど、うん、とりあえず夜だけにしようと思って。はいはいはい。負担かからないように、うんうんうん、炭水化物を抜くと。うん。で、あとはまあ、運動ですね。うん。はいはいはい。でも酒飲んでしまうから。あ、お酒でさ、すごい。お酒ってさ、何焼酎はカロリーそんなないんだった、糖分がないんだった、うん、焼酎糖分がないね、そんなの選んで飲まないといけないんだよね、うん、確かそうですよね、わ、美味しいやつこそさ、味クーターだからさ、ね、飲みたくなるのにな、俺あれだな、ダイエットに無縁だから気持ちも分からんし、そういうことに興味もないタイプ。なんでなんでって太らないから。太れない？太らないし、太れない人だ。太れないし、お腹も別に出ないし。でも去年でしたっけ、俺とミッチの方で、そうそう体重ウエストか。そう、焼肉掛けをしたわけ。はい。結局、その掛けは成立しなかったんだけど、うん、3人で、この、半年間ぐらいかな、腹筋でビフォーアフターの写真を撮ろうみたいな。お、うん、けどやっぱ、変わるね。ですね、3人とも、うん、一応はウエスト周りは割れたね。割れはしなかったけどね、僕は。割れた、ミッチは割れた。割れた。だけどあれね、パンプアップして力入れた時だけ、通常時が割れてないけど、少し腹筋してハッてやったらキッてと、いや何その会話、フッてやったらバキッてなる。フッとバキッ、バキッってあのドラゴンボールぐらい。ちょっと二人で会話するのはやめてください。多分あ、今のそんな感じ、そのぐらい、うん、じゃあちなみにニーナは、私ダイエットしたことある？ダイエットそれともしてる？あるある、あのさ、あるある、最近やりだしたやつはカロリー計算、もう地道なやつやったことある。あ、すごい。でもさ、あれさ、めんどくさいんだよ、うん、何カロリーって検索したりとかで続かなくて、結局それは続かなかったりしたし、夜炭水化物抜くみたいなのもやるけど、うん、お腹すくさね、うん、食べちゃうし、なんかこれといって続いたことがありません。続いたと思ったら、はい、ではでは金ちゃんは、金ちゃんは、うん、金ちゃん麺が大好きなんですよ。あ、ダイエットの話だぞ。だって金ちゃんヌードルだもんね。それででも麺食べたら太るなと思って、麺に似てる春雨を食べてる、うん、麺に似てる春雨、あ、春雨だよね、うん、つまり普通に春雨を食ってるんですね。春雨ですね。はい、はいはいはい。金ちゃんもダイエットするの？金ちゃん痩せてるよね。去年ぐらいに絶賛ダイエット期間やってて、ヨガとジムとその春雨ご飯、春雨食事をずっとやってたら、いい感じに体が出来上がったんですけど、それで調子こいてやめたら、あらよ、あら。え、な、なんない？もう一回もう一回。あら、あらよ、あら。え、え、戻っちゃった。あ、すごい面白い。すごい面白い。あら、戻っちゃった。そう、あら、戻っちゃった。すごい楽しそう、キンちゃん。かわいい。絶対思ってない、それ。持ってません。はい。いきまーす。メッセージが来てますね。野の中の銀のおたるさん。今日のたっちゃんは、負けてる？オセロだと。あ、ほんとだ！どういうこと？あ、どういうこと？黒白ってこと？そっか、今スタッフのヒロキックスも覗きに来たね、一瞬。それだったかな、今のチェック。マジみたいな感じ来てたかな。たっちゃん白 T シャツ、私たちは3人黒 T シャツだから、こっちに白が来たら負け、俺たち負け、変わんないといけない。誰か、あ、
ヒロキックス白だ。ヒロキックス来たらもう負けちゃう、白になります、ね。じゃあ次はマブヤさんからです、はい。こんばんは。こんばんは。ダイエット、チムはタイヤスさ。ダイエットもどきしてるけど、変わらん。ね、もどき。もどきは何してるんですかね。ね、何してるんですか、うん、マブヤさんはね。俺分かった。え、いや、絶対分かんないの。絶対これ来たな。この喋り方の感じ。うん、晩酌するタイプだわけ、うん、夜ご飯を抜いて、うん、推理推理、うんうん、夜ご飯を抜いてビールを本当は4本飲みたいんだけど1本飲んで、あー糖類控えめやっさって言って糖類控えめんだけど、長い あんま味しないやっさって言って普通飲んで、うん、てんてん、今ここで、今で終わったの、すごい難しかった。ちょっとそして結果分からず、そう、なんかカロリーオフのビールとかあるさ、糖質ゼロのビールとか、ね、うん、糖質ゼロ何パーオールとか、糖類ゼロね、あるね、あのビールって味しないわけ俺からしたら。へー、結局また違うの飲んじゃうから、うん、余計タプタプなって、うん、太るん違うかなと思うのが僕の意見ですかね。でも栄養素的には糖分がない方が脂肪に変わらずカロリーゼロで、まあお水飲んでるような感じになっちゃうのかな、うん、あでも目つぶって、あこれ本物のビールだって思い聞かせて飲んだら美味しいんじゃないですか。あけど、ね、思い込みってすごいぜ、うん、ノンアルで酔っ払う人もいるし。えへー、そうなんですか。そうだから多分これ美味しい美味しいよ、これ本当は生ビールだよ、すごい美味しいよって言って、うん、飲まされたら美味しいかもからね。はい、じゃあソウルの、はい、はい、はい、じゃあソウルのお兄さんはせっかくなのでたっちゃんの声質で紹介してもらいましょう。昇竜拳、なんか、なんかパワーがすごかった、波動きた、今風が吹いてきたよ、スタジオにベラベラ。サウロお兄さん登場の仕方さすがですね、うん、波動つき。はい、そしてアツオさんから、うん、じゃあこれミッチーに行きましょう。アツオさん登場しましたよ。アツオだ、あちっちゃい、弱いな、ちっちゃい、結構勢いある人だと思うんだけどな。ちょっと気がちっちゃいのが分かるよ、あのアツオだ、アツオだ、アツオさんも。じゃあ次ゲマさんの俺が言う。はい、いいな、ナイススタイルだよね。気持ち悪い感じで。ちょっとさ、紹介する人が怪しいので。けどもっとこういうラフな感じで言ってるからね。けどゲマさん新築建てたってよ。新築を待ってますよ、ゲマさんは。ゲマさんね、褒めてくれて。さあそして大塚健二さん、はい、ですね、質問に、はい、ミチさん具合悪いと1ヶ月ぐらい休まれてましたが、その時東京に来てジャニーズのオーディション受けてたって本当ですか？憧れは嵐の相葉くんって言ってたのは本当ですか？近所の竹内さんが言ってました。どうですか？竹内さんよ、あんだけ言うなって言っといたのに。ワンネン二輪だ。だから結果何なんですか、結果。結果何なんですか。ジャニーズのオーディション受けてたんですか、だって。いや、ジャニーズよりはビッグバンかな。じゃなくて受けてたのそれ。いやー、ジャニーズ受けようかなって思ったんだけどさ、俺ってさ、ジャニーズとかより青年会タイプじゃん。合ってます、それ合ってます、だいぶ合ってますね。ちょんだらね、ちょんだらね、うん、でも画面から見たら相葉くんに似てるかも。あ、確かにたまにさ、似てる時あるよね、よく、うん、たまに言われてたよね。うん、いろんな人によく似てるって言われるんだけど、うん、多分今までで人生で一番似てるって言われたのは、うん、楽しんご。消えちゃったけどね。似てるかも、似てるかもしれない。最近太ってるらしいです。あ、そうなんだ、そうなんだ、超太ってる。だけど生体の、あの資格っていうか技術すごいんでしょ、らしいですね、うん。へえ、そうなん。さあ、マブヤさんから、お返事のメッセージ来てますよ。一応、ジム通い、お酒は飲まないな、飲まない、え？お酒は飲まないんだな、ダイエットは気長に楽しむぜ。へえ。でも、ジム通ってると、そもそも健康にいいですからね。そうね。たださ、ジムの落とし穴っていうのがあって、うん、ジムってお風呂も入れるからさ、うん、お風呂だけを入ってしまうっていう日もあるわけ。うんうん、こう、毎回、毎日ほら、行き放題だから、うん。だからさ、行くだけで運動した気になれちゃったりするわけ。で、それで結果、あ、お風呂しか入ってないなとか、そういう時が結構あるから、ジムの落とし穴。
でもさ、ちょっとサウナ入るだけでもいけそうな気するけど。痩せる気あるじゃん。でもサウナだけじゃ痩せないらしいからね。あれ筋トレ、やっぱ脂肪燃やさな。あ、そうなんだ。あかん。そうそう。へー、汗流すだけじゃダメですよ。あ、あれ汗以外のなんかカロリー消費とかしないの？いや、もう座ってるだけだから。あ、水が出るらしいよ。体内の水分が基本減って。デトックス。で、まあデトックスはするし、ぐらい。なんか汗をいっぱいかくことで、うんうん、このデトックスされて、この体臭が綺麗になるって。ちょいいですか、すいません。体臭で代謝だと思うんですけど。あ、なんか体臭が臭い人が綺麗になるみたい。あ、そうね、悪いあのものをやっぱり出すので。それが言いたかったの。体臭。でもやっぱ体を温めるとその後に運動した方があの代謝というかこの燃える力がパワーアップしますからね。みんな詳しいね。さすがっす。パチパチ。そしてまぶやさん、ピンポーンって言ってるけど、もしかしたら本当に風呂だけ入ってんのかな。本当に。はい、そうですね。じゃあダイエットメッセージ来ております。はい、の中の銀の太郎さん、ダイエット皆さん、ダイエット皆さん、ダイエット皆さん、ダイエットは明日から。あー、でもそれも気持ちわかります。それ一緒来ないやつやん。ダイエット明日からって言ってさ、美味しい食べ物食べるもんね、みんなね。食べる。特にさ、女子だったらさ、もうケーキとかじゃん、もうパンケーキとか。太るって分かってんだけどさ。あれあるさ、甘党の人お酒あんま好きじゃないって言うけど、本当かね。あ、人によるんじゃないのかね。甘いお酒飲むんじゃないですか。甘いお酒。カルアミルク。カルアミルクじゃなくてもいいけど。カルアミルク。カルアミルクは甘いよね。飲めないですね。飲めないよね。さあ、そして日本高松マリーさんからです。こんばんは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 。そして大塚健二さん、金ちゃんはそのままでいいですからね。こんな感じで読んでると嬉しいですね。はい。全部そのままでいいじゃん。いつも。さあ、そして。スプリームさん。運動をしても、もう、食事制限をしても、酸素だけで太るから、ダイエットなんて無駄な、得意体質。嘘。どういうこと？これジョークでしょ。あれでしょ。空気で太るタイプなんでしょ。空気で太る人、すごくない？大変。風船みたいな感じ。O2 で。マジンブーみたいな感じだ。金ちゃん、O2 わかる？O2 ならわかる。はい、そして日本高松マリーさん、30分以上動き続けたら痩せる。へえ。私もウォーキングして痩せたけど、顔が下ぶくれで痩せたと思われない。待って、下ぶくれって何？顔が下ぶくれ。下ぶくれ。顔の下がぶくれ、膨れるの？二重顎。顔が下ぶくれ。だからそれなっちゃうよ。あっしゃ。でもすごい、ウォーキングで30分以上できちんと痩せたということですね。うん、一番いい痩せ方だと思いますよ、もうウォーキングは。はい、有酸素運動。ね。おい、言いたいよってね。あ、そうだよね。お相撲さんって、有酸素の反対なんだっけ？無酸素。無酸素やる。あ、有酸素やらないんだよね、お相撲さんはね。あ、そうなんですか。そうそうそう。だからマラソンとかジョギングはしないで、うん、筋トレはするんだけど、あ、脂肪燃えちゃいますからね。そうそうそう。あの人たちは筋肉の上に脂肪をつけてるから、うん、超すごい健康な体ってよ。へえ。デブでもないんだって。へえ。実はじゃあきちんとした感じなんだね。ちゃんぽんで血液もサラサラ。ちゃんぽんでさらついてたんだ。さらついてるぜ。はい、というわけで後半もダイエットについて得していきたいと思います。皆さんメッセージバシバシ送ってくださいね。待ってます。一旦 CM です。ユンピョっていうのが俺まだ分からないんだよね。ユンピョが分からん。でもしょっちゅう言われない？前もユンピョって言われてたよね。ユンピョ、ユンピョ、ね、名前なんかカンピョみたい。そして銀のおたるさん、ところで皆さんのお名前を教えて。たっちゃんから行こうか。たっちゃんから行こう。たつやです。にーなです。みっちです。きんちゃんです。4人合わせて。え、嘘。せーの、せーの、てん。4人合わせてせーの、ドラゴンアイス。あ、そっちか。あ、そっちか。はい、じゃああつおさん。ラブより酒注入やな。確かに。これ密中やさ。
さっき注入懐かしいんだけどこの、大塚健二さんおばあもダイエットしてるのかな。昔はしてたかもしれない。サウロお兄さんこれタッちゃん呼んでごらん。ん？ドドスコスコドドスコスコスコドドスコスコスコドドボックスタウロあらかわいい。さっき注入ピンポーン燃える力。今日はかゆみさんいないね。あ、いない。かゆみです。レイナーちゃん、そろそろかゆみさんをやってよ。間違えたニーナちゃんや間違えないで。確かに。あ、かゆです。ほっぺたがふっくらしてるのを、なんだっけ、さっきの。下がふっくらしてる。そしたら顔体操したらいいらしいよ。質問からいくか。うん。ダイエット系がいいん違う？こっちから。質問さん。こっちからでしょ。あ、こっちから。こっちから。どっち？日本高松マリーさんの上から。今？あの、あ、開けたらその後新しいのやるんだよね。うん、曲流してからね。FM ギノワンよりドラゴンアイズ生放送でお送りしています。今日のテーマはダイエット！ということでダイエットのテーマでお送りしてますが、続々と皆さんからダイエットに関するメッセージが来ていますので紹介したいと思います。はい、あつおさん、テーマダイエットなん？ダイエットせず仕事で5ヶ月で安定の7キロ減。おお、相当きついん違うこれ仕事がね。もうダイエットいらず。沖縄に来て大変なんだ。何を、何沖縄にもういるのかな、あつおさん。国際通りでお店やってて、3ヶ月連続昇給じゃなかった？すごいよね、それ。じゃあ。だけど、お金が増えて体重が痩せると最高さはね。すごい。そろそろこっちにも来てね。そろそろぜひぜひ、チューブ、あの、宜野湾にも遊びに来てください。7キロ減はすごいですね。はい、大塚健二さん、質問さん、ニーナさん、浜崎かゆみさんとライブするって噂は、本当ですか？あ、そうそう、だから、浜崎かゆみさんは、あの、今日、だから、あの、メッセージ送ってないの、なんでかっていうと、あの、リハ。何ちょっとその仕込みみたいな完璧なネタは得点高かったな。おう、そうね、浜崎かゆみさんリスナーさんにね、うん、よくメッセージくださいますが、今日はね、あの、見えないので、なんかリハーサルだよきっと。待って、これさ、ちょっと勝手に質問4作ってみていい？はい、何？質問4、はい、レイナさん、浜崎かゆみさんとライブするって噂本当ですか？あ、そうそう、だから、あの、今日いないのはリハ。バチもうパクリパクった。やばい、パクリ、丸切れもなくパクったよ。あの、全パクリしたね。恐縮。もう喋る前からニヤニヤしてたもん。さすがに、なんか、全パクリはないっしょ。あの、今めっちゃドキドキしてる。本当かわいい。緊張してる。さあ、シュプリームさんからメッセージです。脳みその記憶力は悪いくせに、忘れてほしい脂肪の記憶力だけはいい。うまい。おお。うまいですね。うまい、ね。ダイエットも一番最後のお腹が落ちるらしいですからね。あ、そうなの？そうそうそう。どっから来るわけ最初？知らんけども。え、最初、上です。上ったら？この、胸。胸から落ちるの？マジで？超ショックじゃん、それ。そう、胸から落ちてって足が、足ら辺が一番難しいみたいですよ。へぇー、嫌だね。だから女の人はダイエットしちゃったらちょっとおっぱいがちっちゃくなっちゃうんで。おっぱいがちっちゃくなるのか。サラシマ行ってダイエットしたら、おっぱい残るってよ。そう、なんか、いろんな、そういう方法があるみたい。ちょっと待って、ちょっと待って。なあ、ミッチはそこ知ってるの？すごい。俺って、そういう感じ？知らないよ。いや、そういう感じ。知らないよ。そういう感じとか知らないよ。はい、続きまして、野の中の銀のホタルさんからです、はい。知り合いにビールのつまみはいちごショートケーキだって。は、無理やすさー。すごい。めっちゃ理由でしょ。マジで？すごいね。すごくない？だってさ、ビールと一緒にショートケーキを食らうんでしょ？まあまあ、でも分からんくんもないよ。でも、甘いショートケーキで、まあ、シュワシュワした炭酸水で喉越しみたいな。分からなくもないけど、すごい太るね、この組み合わせは。大変だ。はい、続きまして。はい、サウロお兄さん。世の中の女性は、
ダイエットダイエット言うけど、ニーナさん、レイナちゃん、今のままでいいよ、ルンルン。いや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 、そんなわけ。